名古屋電気鉄道1500系電車名機鉄道デボ、300系電車名機鉄道デボ300系電車は、現、名古屋鉄道の前身事業者の一つである、名古屋電気鉄道が導入した1500系電車のうち1507から 1509? の産業について、名古屋電気鉄道の後ろ身である名機鉄道当時の1935年に、実施された、形式称号改定に際して付与された、 形式区分である。デボ300型に区分された産両は1920年に製造された名古屋電気鉄道発の二軸、ボギー構造を採用した木造車体の電車で群武線と通称される鉄道線区間に導入された。本校ではデボ300型と同様の経緯によって、 個別の形式称号が付与された、名古屋電気鉄道1500系1501から1506.1510を由来とする1921年製のデボ350系電車についても合わせて記述する。名古屋市を中心として、鉄道事業を展開した名古屋電気鉄道は、現在の名鉄名古屋本線の一部や、名鉄犬山線、名鉄津島線などに相当する。 軍部線と呼称される路線区へ導入する目的で、1 9二十年に、同社発となる二軸ボギー構造の電車を申請した。当初重量の導入を予定し、同年二月に千五百系千五百七から千五百九の三両が、自社名古屋工場において落成した。木造二重屋根構造の車体の両端部に、乗降口を備え、従来型の四輪単車が、 オープンデッキ構造であったのに対し、上校口には引き扉式の片開け客用扉を設けた。また、制御方式は、名古屋電気鉄道においては初採用例となる、間接制御仕様とし、直接制御仕様であった従来車とは異なり、総括制御を可能とした。残る1501から1506.151例の7両についても引き続き製造が進められたが、 同年6月3日に発生した名古屋車庫、工場の火災によって、落成直前の最終偽装段階にあった、道7両は全車とも消失し、導入計画に狂いが生じた。結局道7両は、翌1921年2月に再度車体を申請して落成したが、車体設計について、見直しが行われた結果、1507から1509が2、 扉構造であったのに対して、車体中央部にも客用扉を増設して3、扉構造に変更されるなど、仕様が変化した。これら重量は1921年7月に、名古屋電気鉄道より、旧名古屋鉄道へ継承され、旧名古屋鉄道が1925年の微細鉄道の鉄道事業譲り受けを記実施された、車番改定に際しては、 1507から1509は、デボ 300K301 から303と、1501から1506.1510はデボ 350K351 から,ら357 35 35と、それぞれ形式称号及び、記号番号を改めた。その後、一部車両の郵便号作り車への改造や、電装解除による制御車化改造など、現、 名古屋鉄道成立後に実施された複数回に及ぶ改造、改版を経て、明期デボ300系、デボ350型を由来とする重量の車両群は、最終的に前車が制御車9270型へ、後車が制御電動車も350型へそれぞれ形式称号を改め、1962年まで運用された。 名鉄も3 5 0系3 5 1全長14メートル級の屋根部をダブルルーフ構造とした木造車体を備える。運転台を前後つま面に設けた両運転台構造とし、つま面は大きな円弧を描く、丸つま形状で3枚の前面窓を均等配置する。つま面裾部には連結器取付座を兼ねた大枠端量が露出し、全商灯は、 全面中央層下の腰板部へ一等を設置した。側面には、片回式の客用扉と一段を落とし窓構造の側窓を廃止、側層外側には三本の保護棒を設置した。側面窓配置はに扉構造の千五百七から千五百九が d 十三 d であったのに対し、三扉構造の千五百一から千五百六点一五一零は d 六 d 六 d と異なる。 全商灯は、当初全面中央創下のコシータブエイトを設置したが、後年や値上がり中央部にステーを介して取り付ける、方式に改められた。主要機器は全車とも同一で、制御装置は、ゼネラルエレクトリック製の PC-6、電空化無軸式関節自動加速制御機を採用した。主電動機は、GE 製の G-244。 A 直流直巻電動機を1両あたり2機搭載し、制動装置も同じく GE 製の非常直通ブレーキを採用した。台車はブリル車製の 27MCB-1 を装着、連結機は当初ネジ式連結機を装着したが、後年並み形自動連結機への交換が実施されている。終電装置はトロリーポールを屋根状に前後各1機搭載した。導入後は、 軍部線と総称される各路線において運用された。後年軍部線においてパンタグラフ終電方式が採用された際、全車とも屋根城中央部に菱形パンタグラフを一気新設したが、当時の軍部線は押切町から名古屋市電の路線を経由して、市内中心部の起点駅であった柳橋へ至っていた都合上、名古屋市電の路線内にて使用する。 トロリーボールはそのまま損置された。微細鉄道譲り受け後に実施された、形式称号改定に際しては、1507から1509、はデボ 300K301 から303と、1501から1506.1510、はデボ 350K351 から357と、それぞれ新たな形式称号を呼び、記号番号が付与された。その後、 デボ302デボ303は1938年12月に、車体の一端へ、過重2トンの郵便室を新設した合わせ作り車へ、改造され、同2両は、デボゆ3 1 0系3 1 1 3 1にと、再び形式称号を呼び、記号番号を改めた。ついで同年内に、デボ301及び、デボ357についても、 同様に、郵便号作り車への改造が実施され、こちらは、デボ湯3 2 0系3 2 1 3 2 2と、別形式に区分された。名鉄も湯3 1 0系3 1 1車両後部の、白帯を付けた箇所が郵便室。なお、デボ300型を種車とする車両については、改造に際して、車体中央部に、客用扉が増設され、 またこの結果デボ300系の形式称号を付与された。車両は消滅した。明記鉄道と愛知電気鉄道の対等合併による、現、名古屋鉄道成立後の1941年2月に実施された形式称号改定に際しては、デボユ310型は、モ油310型と、デボユ320型は、モユ320型と、 レボ350型はも350型と、それぞれ形式称号のみが改定された。また、同年8月12日に、東日和島から新名古屋間の新線開通に、伴って、旧ルートの東日和島、押切町やなぎ橋間が廃止となったため、全車とも不要となる、トロリーポールを撤去し、同時にパンタグラフを中央部から端部へ移設した。 1943年にも3 5 0系3 5 3は火災により車体を消失し、復旧に際しては自社新川工場において木造車体を申請した。申請された車体は愛知電気鉄道が発注した木造車に類似したシングルルーフ構造の角張った外観を有し、平津形状のつま面に3枚の全面窓を備え、 乗務員扉及び片側2カ所設置された片開け客用扉の上辺はアーチ形状の曲線上に処理され側面窓配置は D2D6D2D と変更されるなど原型とは全く異なるものとなった1948年5月に河川電圧が600ボルト規格であった旧名古屋鉄道明機鉄道に由来する西武線に属する各路線のうち 現在の犬山線、津島線及び名古屋本線の一部に相当する区間の河川電圧 1500V 昇圧が実施された。河川電圧 600V 仕様であった、モユ310系、モユ320型、モ三350系のうち、モユ310系3 1 1 3 1に及びモユ320系321.322の 軽音量については1948年7月に、電装解除が実施され、同時に、社内郵便室の撤去、客室化が施行されて、形式称号及び、記号番号9270 22系2271から2274と改め、河川電圧600ボルト区間用の制御車へ、転用された。 国2 2 7 0があたは後年区2271が台車を国鉄正式台車の TR10 釣り合い、両式台車へ換装された後、最終的に全車とも瀬戸線へ転属、区2272区2274が1959年7月6日付で、区2271区2273が1962年8月に、それぞれ廃車となった。 一方、も3 5 0系3 5 1から356は、河川電圧6 0 0ボルト規格のまま損置された、視線区用の制御電動車として、継続運用され、後年は全車とも、竹花線へ集約された。このうちも352は1959年11月20日に、竹花線柳津駅付近の踏切にてトラックと、衝突事故を起こし、 翌1960年1月に廃車となった。残るも351も353も356については1962年6月の竹花線の河川電圧1500ボルト昇圧によって用途を失い同年8月に廃車となった。以上の経緯によって名古屋電気鉄道1501の1510として導入された車両群は全廃となった。 名鉄における、廃車後、火災復旧車で車体の仕様が異なるも350、K353 の三北な鉄道へ譲渡された。同車は外販へ後反を貼り付けて簡易交代化を実施した上で1963年6月27日付認可で、同車も300 3 0 0百3 2 1として竣工、春九1971年まで運用された。 北へな鉄道も300軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。